くずくてめえは楽しましてくれるぜ。 お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、 そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリュウ、指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、 そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ、死ねえ、バカや。
張り続けなかった半端もんだ。風間の親さんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。 あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。